2411回始めます。2024年3月12日ですか。はい、昨日ね、震災から13年でね、震災起きた時間2時46分だったかな、黙祷しましたよ、私も。昨日ね、ちょっと野暮用があってケーズ電機にいたんですけどね、はい、ケーズ電機で私も黙祷しました。はい、今ね、為替がね、1ドル147円ちょうどぐらいですね。はい、で1ユーロ160円50ぐらいですかね。はい、明日アメリカの消費者物価指数がね発表されるんで、それまではあんまり為替も株も動かない感じですかね。ちょっと株価は日経平均調整されて、先物で多分今3万8500ぐらいじゃないですか。でニューヨークダウも3万8600とかそれぐらいですね。ちょっと調整入りましたね。はい、NHK のニュースからですね、これ。免許証偽造疑いで30代夫婦逮捕っていうことで、免許証偽造してた30代夫婦逮捕。詐欺グループの道具屋かっていうことで、道具屋さんね、道具、道具屋さん、他人名義の運転免許証を偽造したとして長崎県30代の夫婦が警視庁に逮捕されましたと。自宅からはおよそ200枚分の偽造免許証のデータが見つかっていて、警視庁は、夫婦が詐欺グループに偽造免許証を売り渡すいわゆる道具屋と見て詳しく調べていると。逮捕されたのは長崎県長与町の会社員豊島博容疑者31歳と、妻でパート従業員の、豊島理恵容疑者31歳。警視庁によると、おととし8月から9月にかけて他人名義の運転免許証4枚を、偽造したとして有印公文書偽造の疑いが持たれていると。免許証偽造、これどういうことか。実在する女性の氏名や住所などが印字されていて、まあ、写真だけ、別人だったっていうことですね。住所、氏名、生年月日とかは、生年月日はないか、免許証。住所、氏名とかは、まあ、実在する人のを使って、顔写真だけ違って別人だったと。で、他人になりすま、すごいね。他人になりすまして、スマホを乗っ取り、ね、ネットバンキングの口座から不正に、金を抜き取る詐欺事件の捜査の過程で、この夫婦が実行役に偽造免許証を渡していたという、疑いがあることが分かったということでね、まあ、詐欺事件の捜査をしてたら、まあ、この夫婦が出てきたと、ね、すごいね、偽造免許証を使って他人になりすましてスマホを乗っ取ってネットバンキングの口座から不正に金を抜き取るっていうんだから、まあ、こういう詐欺あるんだろうね。怖いね。だからね、住所とか名前、分かっちゃったら免許証偽造されて、まあ、顔写真はね、適当な顔写真つけられて、そんでスマホ乗っ取ったりできるんだね。恐ろしいね。夫婦は詐欺グループに偽造免許証を売り渡すいわゆる道具屋だったと見られていると。自宅からはおよそ200枚分の偽造免許証のデータが見つかっていて、警視庁は全国およそ90件、被害総額4億5000万円以上の詐欺事件に使われたと見ているということで、このね、ともに31歳の夫婦ね、豊島夫婦、この夫婦が作ったであろう200枚ぐらいの偽造免許証を使って4億5000万ぐらい の詐欺に発展してるっていうことで、まあ今の免許証、運転免許証かなり成功にできてるから、偽造なんかなかなかできないだろうなと思いきや、できるんだね、やっぱりね。で、この会社員の豊島博士、あと妻、パート従業員の理恵でしたっけ、豊島理恵、共に31歳、ね、これ私ちょっと不思議っていうかね、これだけで食っていけないのかなと思ってね、単価安いんだろうね、免許証偽造1枚あたり。ね、この男の方も会社員として働いてるし、女の方もパート従業員やってるんだから、
やっぱりパートしたり働かないとこの免許証の偽造だけでは食っていけないんだろうなっていうのがね。ただね、90件で4億5000万円以上の詐欺事件になってるわけだから、要はこの道具屋っていうね、まあこの犯罪だけど、うん、犯罪だけどもこれだけでは食っていけないんだろうなと思いましたよ、うん、もっと高く売れんじゃないかなと思いきや、やっぱ儲かるのはこの、やなんていうのかな、うん、詐欺グループなんだろうね。この道具屋とかは儲かんないんだろうね、あんまりね。はい、誘引公文書偽造、これどれぐらいの刑期っていうか執行猶予とかすんね、そんな重くないと思うけどね、誘引公文書偽造。ちょっと今調べてみようかな。あ、ちょっと出てこないや、うん、ね、おそらく執行猶予つくんでしょ。今のね、免許証にしても、うん、パスポートにしても、まあお金にしても、かなり成功っていうかね、できてるんで、なかなか作れないと思いきや、これ会社員の傍ら、パートの傍らでできるのかね、これね、うん、はい。3ヶ月以上5年以下の懲役、うん、だね、刑事罰、うん、誘引公文書偽造罪、3ヶ月以上5年以下の懲役だから、まあ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 、ほぼほぼ執行猶予つくんじゃないですか、うん、ということです。はい、私のチャンネルでも2411回かもやってるけど、うん、この免許証偽造は取り扱ったの初めてですね、はい、ということでちょっと珍しかったんでやってみました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。